こんにちは、ブルーホースです。本日もねバイオハザード4やってまいりましょう。前回はねちょっとあんまゲーム的には見どころのないちょっと寄り道をしただけのねパートになっちゃいましたが、まあね僕がね怒りを爆発させるだけの動画ってね話だったので、まあ当時のことをちょっと思い出してね怒りがふつふつとまた蘇ってきたっていうところではあるんですが、まあちょっとお見苦しいところをお見せしまして大変反省をしております。申し訳ございませんでした。今日のパートに関してはおそらく最後までご覧いただいたらもう超ご褒美が見れると思いますんで、白いものが見れると思いますんで、ぜひ最後まで楽しんでいってくれると嬉しいです。ということでね、早速ですが今からボス戦がスタートしますんで、見どころ満載というのボス戦があり、ご褒美がある、最高のパートになると思いますんでね、ぜひぜひ楽しんでいってください。ということで今回ね、その前回その怒りをなんでぶちまけたかっていうと、まあその僕のことで熱心に見てくれてる、まあ可愛らしい25歳の女の子がいるんですけど、25歳って言わない、年齢言っちゃダメですよね、25だったかな、まだ合ってないか、24か、のまあ女の子がいるんですけど、まあ、その子がね、ちょっと、ブルーホースさん、こういうトークテーマで喋ってみてくださいよっていうね、全然ゲームに関係ないね、話をね、させてもらった中で、二つもらって、一個が、超過去起こった出来事みたいな、アングリーの出来事を話してみて、もう一つがちょっと自分的流行語大賞みたいなのを言ってくれってなったんですけど、自分的流行語大賞って言ったらもう、最近はね、ずっと言ってるのは、ぽよぽよですよね、その、ぽよぽよじゃなくて、ぽよぽよね。なんでかって、娘がまだ1歳くらいで、赤ちゃん特有のそのほっぺたあるじゃないですか、なんかむっちりした感じのやつ、あれをね、その高いしてたりとか、その抱き上げたりとかしたときに、そのお顔がプルンプルンって震えるとね、すごいね、ほっぺたがね、ぽよ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 ってなるんですよ。あれを見てね、そのぽよぽよって言ってるのが、もう本当、最近ずっと言ってる、本当、ぽよ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 、まあずっとというか、もう赤ちゃんできてからね、娘ができてからずっとぽよ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 言ってるよね。こんな感じっすね。だから自分的流行語大賞ってぽよ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 言ってる、ほんとそれくらいかな。あとはその娘のおことをあやすときに歌ってるやつがあって、なんだったっけな、なんかの車の CM とかでも流れてるんですよ、ドゥルドゥ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 ルドゥ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 ドゥルドゥルドゥドゥルドゥルドゥルドゥドゥルドゥルっていうやつ、それをなんか娘を抱きつかえながら一緒に踊るとケラ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 と笑うっていう、だから流行語大賞はぽよぽよで、流行語歌、じゃ流行歌大賞はドゥルドゥドゥ、これタイトルなんだったっけな、あんまちょっと分からずに歌ってるんでね。ちなみに最近普通に歌詞付きの歌でハマってるのはダイスだっけのシトラスだけど、グループ名はあんまりちょっとよく分かってないけど、シトラスが流行りですね。ほい、あれこいつ意外としぶとい、そろそろでもこれで、あちょっとでも俺ハンドガンだけでいけんじゃないかそろそろね。OK、じゃあもう一回切り刻んで、そろそろ終わりそうな気もするけど、あれ、あら切り刻むまでもなかったあれこんなにあっさりいけるもんなんだね。そうか、はい、じゃあまあ皆さんよく知ってる小ネタでもお見せしましょうかね。こいつね、死んだ瞬間、まあ、この最初に出てくるエルヒガンテだけなんですけど、よーく見てるとね、目のところがね、最初眼球もめっちゃ見開いてるんですよ。でだんだん閉じていくと、まあ、死を迎えていくと。だからこの時はまだ意識あるのかな、まあ、意識はないだろうけどね。そんな感じじゃないかな。ちょっと待って、見えにくい見えにくい。そう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 。で、これゆっくりゆっくり閉じてる。ほら、赤白い部分がなくなっててるでしょ。そう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 。はい、おやすみなさい。という小ネタでございました。ということで、まあ、ハンドガンの弾とマシンピストルと、それからショットガンをちょっと打ち切ったので、まあ、まだ時間、これこのままね、なんだっけ、教会戻るだけとかだったら、すごいね、時間が短くなっちゃうんで、多分コンパートすごい短いと思います。もうあと教会戻るだけなんでね。ということなんで、ちょっと皆さんお付き合いください。武器改造すると、弾が0発だったとしても、またね、その時に入れられるマックスの数値に戻してくれるんでね。はい。じゃあ、弾がない。弾がねえじゃねえ。弾がマックスか。まあ、ここら辺いらないかな。違う。君はいらない。こっち。そう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 。
というところですね。あとまあその子からもう一個もらったのがね、あの悲しかった出来事っていう風に言われたんですよね。だからなんか多分喜怒哀楽全部言わされるのかなって、なんかだから次に嬉しかった出来事とか笑った出来事とかなんか言われそうな気がするんですけど、まあ、笑った出来事はね、滑らない話とか僕別にないんでね、あの警察官8人に囲まれて土下座したっていう話くらいしかないんでね。悲しかった出来事で言ったら、あのね、今でも覚えてる、2016年の11月11日、あ、違う、2016年1月11日いいですね。これは未だに覚えてる。違う、ごめん。2017年1月11日。覚えてなかったね、恐ろしいです。そう、これ何かっていうと、あのね、うちで飼ってたね、ワンちゃんのね、あの、命日なんですよね。2017年1月11日っていうのが。で、これがすごいのが、その、コーギー犬だったんですけど、まあ、2000年生まれで16歳なんですよね。16歳で、あ、これ買おうと思ったけど買えないね、無理だね、諦めようか、なんとかならない、いやでもさすがに無理だね、うん、そうそう、2000年生まれ で16歳まで生きたコーギー犬っていうところで、まあその当時通ってた病院、動物病院では最年長らしいんですけど、いや本当頑張ったなと思いますよ。で、僕が小学校を、3年生の時に来たんですかね、4ヶ月で来て、でまあ、当時はね、そのブリーダーさんから買ったんですけど、なんかねすごいトロ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 してる子だったからっていう理由でトロちゃんトロちゃんってつけられてたみたいですけど、すげえかわいそうなんだと思ったんですけど、うん、まあ、あの実際全然違う、ちょっととある絵本のキャラから取った名前をつけてあげたんですけど、うん、でね、僕がその9歳で弟が7歳で一番下の弟が5歳っていう、まあ、ラインナップだったんですけどね。で1月11日、当時が1月10日が、確かね、成人式だったんですよ。で、その成人式が、たまたま一番下の弟が成人を迎える日だったんですね。うん。で、その成人を迎えた次の日に亡くなったんですよ。で、それも、その、親から LINE が来てて、もうそろそろちょっと本当に危ないと。で、動物病院から酸素カプセルをもらって、今家に置いて、それに入れていると。で、もう15歳を過ぎたあたりくらいから、いよいよね、下半身が動かなくなっちゃって、もう前足でしか歩くことができないような、だからもう散歩なんか行けたもんじゃなかったんですよ。とか、散歩も、その、コーギー犬を街中で見かけたことある人で、時々、その後ろがなんか車椅子みたいなものを使って、前足だけで引っ張ってて、後ろをローラーで回してっていうので、歩いてる攻撃見かけたことがあるかと思うんですけど、あれですらもうちょっと歩くのがしんどいっていうような状態になっちゃったんですよ、15歳過ぎたくらいから。うん。まあ、その予兆はあったんですけどね。で、まあ、1月10日、成人、弟おめでとうっていう、その、LINE とかをしてて、で、まあ、その一方で、そろそろもうちょっと危ないという話があって、で、まあ、僕もその火曜日から広島にまた出張があったんで、ちょっと月曜日その祝日ですね、泊まりに行って、でそこからまた戻ってっていうのはさすがにちょっと体力的にしんどいなっていうのがあったんで、じゃあ分かったと、じゃあ次の週末に見に行くからっていうので、思ってたんですけど、朝のその火曜日ですね、1月11日の朝、新幹線に乗って広島に移動している最中に親から LINE が来て、で今息を引き取りましたと。で本当に引き取ったばっかりだから、体がまだまだ温かいけど、もう息もしてないし心臓も止まっていると、うん、本当にだから私たちが寝てる間に、そのまま息を本当に安らかに息を引き取ったと思うっていう LINE が入ってですね、なんで時その自分の都合で最後を見取ることもなく、まあ、広島に出張があるから、次土曜日行くから待っててね、みたいなことをおっしゃったのかなっていう、すごいね、後悔をした。まあ今ちょっと喋りながら若干ちょっと涙出てきてるんですけど、うん。でね。まあ、ちょっとね、まあ、その子、まあ、結構やんちゃな子、全然トロトロしてない、すごいやんちゃな子だったんですよ。やんちゃな子だったからこそ、まあ、ちょっとね、みんなでこう、揶揄するような言葉とかっていうのを投げかけたりはしてたんですけど、ここでちょっとミニスカのお姉ちゃんが出てくるんで、悲しい話からちょっとワーオンにシフトしていこうかなと思うんですけど、まあ、それはいいとして、うん。そうそうそう。っていうのがあったんでね、だから人間ね、そのいろいろそのやりたいこととかね、やらなきゃいけないこととかってあると思うんですけど、とことその仕事とかは別になくなったところで別に死にはしないけど、家族って
って、まあ、それペットも家族ですから、っていうことを考えたら、あのね、絶対後回しにしちゃいけないよ。あの、親の死に目に会えないとかっていう話とは、またちょっとやっぱ位が違ったりはするのかもしれないですけど、僕はね、それはすごい後悔して、ね、悲しかったですよね。めちゃくちゃね、可愛い子だったんでね。うん、ごめんなさいね、なんかすごい暗い話になってしまったんですけど、まあ、今からね、ちょっとお色気シーンになっていきますんで、これが皆さんにあのお伝えをしていたご褒美になります。あの、僕の暗い話を聞いていただいたご褒美としてですね、ぜひ、今からいいものを、男性限定になるのかな、女性はこれ見たところで何にもね、あの、面白くもなんともないと思うんですけど、まあ、そんな感じですよね。いや、本当にまあ、人間ね、一つ二つの後悔ってありますよね。悲しかった出来事って言ったら、もう一番最初のカムラはやっぱそれかな。会いに行けたものを会いに行かなかった。どうしても、ね、例えばじゃあ広島にいましたって言うと、もうすでにね、広島にいて、もう物理的に会いに行くこと自体がもう困難ですっていうような状態だとしたら、さすがに。ね、あの、無理だったってなるかもしれないですけど、まあ、あの、一人暮らししてる家からね、その実家に行くって言ったら、あの、片道20分、30分とかの距離だったんですよ、当時は。あ、そうそう。これが、違う、逆。これで、こう、覗いたら、ほら、見える?うれ。見えるっしょ。えへ。あれ、ちょっと待って、これさ、こんな大胆に見えてたっけ?ほら、受け止める瞬間すらもさ、思いっきり見えてるじゃん、白いの。へぇ。スチーム版の規制は緩かった。ということで、良いのではないでしょうか。そんな気がする。ねえ、もうこういうちょっとね、もう、あの、なんか若干、エロいこともないとね、こんな暗い話やってらんないですからね。はい、このサドラって目的何だったんだろうね。我が力を世に宣伝するためだとかって言いますけど、例えばじゃあウェスカーなんかはさ、その、あの、人類を、なんて言ったらいいんだろう、あの、間引きして、その、優れた遺伝子だけを残していくっていうのが目的とかだったじゃないですか。こいつは何、我が力を世に示す、その寄生虫だらけの世の中にしてどうしたかったのかって、カリスマでエロいことしたかったのかな、ちょっとよくわかんないですけど。 What did you do to her? We just planted her. まあ結局こいつは何がしたかったんだっていうのがあんまよくわかんなかったですけどね。で、まあここで、まあちょっとこうやることができれば、まあ問題はないということなので、まあこれが終われば、ね、まあ、金と女とっていうね、もう本当、ゲスの極みっていう感じだよね。Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contribution. 種だぜ、種。When the eggs hatch, you will become my partner. そうだね。卵が孵化だったら、まあ、確かに、ね。種だけだったらね、もう本当にただのね。ちょっと名言は避けるよ。はい。ということで、ね、あの、もう間もなくね、このチャプターもね、終わりを迎えるところになりますんで、まあ、そのあたりでね、区切りたいとは思いますけど。チャキチャキ。ふっ。じゃあ、皆さん。害虫。ほら、あ、見えた。はい、白いやつ。はい、ということでね、あの、2つのご褒美を皆さんにお見せすることができて、私は満足でございますので。はい、ということでね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできると嬉しいです。ということです。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。